ちじゃない？こうか。どれぐらいですか、音。あ、これ聞こえます。ですか、聞こえます。はい、今あ、本当始まってましたよ。あ、どうも。いや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 、ちょっと俺だから太ってんのがバレるな、これ。ボリューミー。ちょっと、あ、こうしようかな。あ、中瀬さん、場所変わってください。俺だけすげえ太ってるの分かんないけど。いや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 。いや、お疲れ様でした。お疲れ様。はい。はい、ありがとうございます。お忙しいですね。いやいや、忙しいな。そんな皆さんにお仕事いただいてありがたいです。いやいや、先週はどうも、ありがとうございました。ありがとうございました。大盛況でした。大盛況でした。ね、お越しいただいた皆さん見てますかね。もう中西さんのね、幼少期から、こうデビューするまでのお話もじっくり聞いて。うん、じっくり聞いて。ね、ご飯も一緒に食べて、あの雰囲気良かったですね。良かったですね。ご飯があるっていうことはいいことです。いや、なんか食卓囲んでね、はい、仲間でみんなで会ってるみたいな感じでね。はい、本当に本当にね、なんかもう、うん、熱いファンの方がたくさんいらっしゃって、優しくてね、温かくて良かったです。だからね、今日もなんかトークショーだったみたいで大変でした。ああ、今日トークショーは本当にね、いつも前回と違ってリングが後ろにあって、はいはい、おお、これはで前からよく行ってるところのね、投稿ショップの、はい、ところを、リニューアルして作ったところだったんで、はい、なかなかそういう、雰囲気がありましたね。はい、昔は行かれたことあるんですか？昔何回か行って、はい、そこでアマチュアレスリングの練習をみんなとしてて、そうだ、リングありますからね。はい、いや、そのね、ちょっと久々に今日行かれたということで、はい、まあ、ちょっとこう今日はですね、先週の振り返りなんかもしながら、ありがたいです、時間でしたね。ありがたい。そうですね、俺ね、ちょっとやっぱ太ってんな、って気なんだこれ。いや、膨張色やから。そうなんですよ。ね、色が膨張色だから、あんまり気にしなくて。そうそうそう。あ、はい、これ、はい、先週ですね、これ。はい、ね、なんか局長も。はい、そう、なんかね、すごいなんか、我が家に帰ってきた感じでね、みんなで。ね、中西さん登場シーンなんですけどね、はい、これそうそうそ う, そう、僕もね、ちょっとかっこよくね、リンゴ穴やろうと思ったら興奮して上ずっちゃった声がね、中西さん、こう入場曲流れるとちょっとまた入場曲流れると、あ、さっきまでアホな顔してたけどそういうことしてられへんなと、うん、いや、僕ね、この後ね、中西さんが曲調アルゼンチンバックフリカするんじゃないかと思って期待してたんですよね。ここまで頭回らなかったけど、いや、口も回ってなかったしね。どういうことなんですか？言ってますか、滑らかにも。なんかぐる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 ね、目が回ったって。ほんまにうまいこと。いや、でもね、すごい、やっぱね、久しぶりになんか、ね、中西さんの登場と入場チャイム。なんかね、申し訳ないです。いやいやいや、ほんまに。いや、いいですね。かっこいい、かっこいい。いや、かっこいい。やっぱいいですね、入場曲は。やっぱプロレスファンは入場曲も一つ楽しみなんで、まあそのねえ、こういう気持ちがね、はい、皆さんがもう待って最初何喋んねやろうと思ったら好きなみなことしか言わないもうみんな会いたくてしょうがなかったみたいなね。え、いや、そう、いいですね。最初から爆笑じゃないですか。いや、本当ですよ。これは、まあ、あれですか、ずっと話すことはもう。いやいや、何も、え、すごい。いや、何も話すというか、とりあえず来て、そのお客さんの顔見て、その時話すっていうか、あんまり考えてても、考えたら手と足両方一緒に出てきてるって言ってた。東京ドームだったあんなとこ出たりしてるんだ。いや、全然大丈夫、こんな店ぐらいだったら。いやいや、それぞれの緊張があるというか、もうね、局長がね、はい、もうちょっと聞かせたらね、もうちょっと気の利いたこと言えるんで、そこはもう簡単にできるだけ僕たちにこの花持っていけるために、はい、あれですよ、持っていかすために本当に必要最小限のことしか言わないんだけど、逆にだつまらんことしか喋ってへんが、そのぐらい気遣って喋ってくれてるから。いやいやいや、でもこれ、このご飯も、いや、皆さんすっごいなんかね、こんなになんか身近なところで中西さんを感じてるなんて。いや、飯ね、これなかなかうまかったっすよ、ほんま。いや、ありがたい。中西さんがうまくしてくれたんですよ、雰囲気作ってくれたから。そうそうそう、これ美味しい、柔らかいしね。中西さん、ちょっと試食してもらって、ね、ちょっと最初ね、ありがとうございます。さあ、なんか
いっぱいね、ちょっと今日も来てますんで、ちょっとこれちょっと見てからね。口を出した時に、今日もあれですか、はい、この中で見えた方いるんですか。カルゲさんが。あ、カルゲさん。あ、来られて。はい。すごいな。あとは結構名古屋の中心の方やと思って、そうなんですね、もっとキー君やったら、あの、はい、他とか来てすいますかって言いたけど、はい、そこまでは、はい、うん、この時はもうあれですからね、あの本当に 長崎から三重と大阪東京とかね、バラエティに飛んでも全国か、どんだけすごいですね、やっぱり。中谷さんはないんですけど、やっぱりね、大きい会社で働いたっていうありがたみですよね。全国回れた。あとは人柄ですよ。まあ、なんかあれ終わった後にね、早速ファンの方もなんかもう中西さんロスだった。あんだけ寂しくなっちゃって、うん、もう会いたくなったっつって、言ってましたね。会いたら本当に言えないですよ。なことない。いや出てるもん、雰囲気がね。ですよ。でもなんか何にもなんかこう普通にね、現場でお話を考え用意せずにこんだけいろんなお話されたっていうの、それはうまいこと振ってくれるからですよ。いやいやね、でも途中からも楽しさも、もうすごい、僕も聞き入っちゃって、もうずっと本当です本当、うん、昨日夜、いや、まあ、そやけど雰囲気がもう店の雰囲気がすごくできてるっていうか、もうテーブルには美味しいものがあって、それでもうみんな気心知れてるわけじゃないですけど、まあ、まあええ人の空気というか、乱す人はいいので、そうなんですよね。逆にこういう時は流れ変わるためにそういう人がいた方が面白いのかもしれんけども、そうじゃなくて、このアットホームね、はいはい、アットホームでもね、なんか本当に家族のような雰囲気でしたからね、うんうん、いやなんかね、やっぱこう皆さんね、もうなかなか今あれじゃないですか、中西さん、こう全国でイベントっていうねことなかなかないと思うんで、こういうところがあるとやっぱ全国から皆さんね、うん、たくさん集まっていただいて、うん、でも逆にでも、あの今日の放送、この見せ方でいいですか。いやもうここから、ちょっと最初の、はい、話をねしていくということ。あ、カメラこっちなんだ、はい、ちょっとねスタジオが今回の放送から変わりましたね。どうですか皆さん、ほら、お高さん、いいですね、いろんな方が見えて、わかんないけど、はい、いいですね、なんか、はい、ありがとうございます。ありがとうございます。いや、これいいですね、はい、どうです、これ。いやー、ね、そのやっぱり街角やない、なんていうか、はい、あのこの角のところでね、はい、あのあれですね、ラジオ放送してる、しかもこう、うん、スケルトン、スケルトン、いやスケルトンで聞くとね、なかなかやらしい思いをするそういうスイミングのスケルトンじゃなくて、心中西さんだけじゃないですか、今かもしれない、うん、スケスケでね、いや、全部見られてやばいな隠したいじゃないけど、俺も隠したいんですけどね、膨張色です。ちょっと来週から色変えよう、こっちからなんか早速、はいはい、ちょっといただいてますんで、はい、カジッコさん、カジコさんね、カジコさん、はい、はい、翌日、あの日、翌日、名古屋のお友達にスタジオまで連れて行ってもらいました、あの中西さんのイベントをやった、はいはい、次の日にここまで来ていただいたみたいで、下見で来たので、いつか生放送を観覧に行きますという、カジコさん、見てますか、そう、そうだ、今日ね、実は、カジコさんから、カジコさんから、なんと、お菓子が届いております、ありがとうございます。ありがとうございます。産地直送。イエイ。産地直送。ね、すごい。もう取り立てですよ、取り立て。いや、生きてるから。食べるから。ちょっと、食べるかもわかんないけどね。いやいや。早速失礼しますよ、ここで。お菓子だけにこういう話、お菓子の話出ちゃったって。お後がよろしいので。帰りましょうかね。はい。これは、何が入って、うわー、すごい。あ、お手紙が。ちょっと、中西さん、お手紙も入ってますよ。これはちょっとラブレター、ラブレター、ラブレターで恋文、恋文で、ほら、すごい、こんなにすね、ありがとうございます、すいません、かちこさん、ありがとうございます、ちょっと、いやキャラクターにちょっと紹介をしましょう、紹介しましょうかね、せっかくいただいて、こっちと置いておきましょうか、あれ、これはどっかで見たことある、これはあの どこの2枚目かと思ったら、こんな仕事もします、100年に一度の逸材じゃないですか、愛してます、中西さん、これちょっと社長じゃないですか、これ社長こうやって持ち上げて社長持ち上げてますよ、見てますか、社長、中西さん持ち上げてますよ、こんな格好して本当に胸の谷間が偉い意味が違うって、もう
ちょっとやらしい生き方ですよね。なるほど、なかなかこういうセクシー路線でも行くわけね。ノッパリさんもどうですか、こういう感じでセクシー路線で。そうですね、僕はちょっとお茶もみの方をしますかね。もみの方、もむ方を、はい。もむ方だけ言うとちょっとリアルにやらしいですね。いやいやいや、なんか俺ももむ方で。これちょっと、こういうのもすごいな。これなんですか、松原いいのかな、見せちゃ見てもらって。松原おこおこし、あ、おこし、おこし、はいはい、お茶におこし、あ、お茶のあてになってるんですよ、これね、酒のあてにもなるけど。中西さん、どうですこれ、お好きなお菓子が。いや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 、いや、まだまだいっぱいありますよ、これ。おー、美味しそう。社長いっぱいいましたね。社長、ほんまに頑張る。社長いっぱいいる、社長。戦う社長になってる。食べた。お茶の社長が。いや、みんなに分けましょう。びっくりました。ティーバッグだね。ティーバッグ。履いてる方がティーバッグだと思ったら。ティーバッグでしたね、これね。美味しそう。いや、すいません。ありがとうございました。はい、後でね、皆さんでいただきましょう。ありがとうございます。はい、ありがとうございます。すいません。じゃあこれね、ちょっとご紹介を、はい、もうね、これじゃあ中西さん、ぜひ後でね、はい、はい、ということで、かじこさんからまずいただきまして、ふんてさん、はい、今向かってますと、7時2分だったんで、もうぼちぼち到着されるんでしょうかね。なるほど、待ってますね。もうこんな間近で見えるんですからね、うん、ぜひぜひお待ちしてますよ。間近で見ながらね、はい、顔をつけてこう、ふくっと、もうここちょっと、白なるっていうか、ガラス越しにチューしちゃってるからね。オッケーね、あとカジコさんもう一枚、はい、マッケンローファミリー、そう僕が前回こう終わった後に、はいはい、もう中西さんのこのマッケンロー、うん、誰にもマッケンロー見てる方たちは、はい、もうマッケンローファミリーですと、うん、いうことでハッシュタグマッケンローファミリーということで、はいはい、血は繋がってなくても心が繋がって、はい、心が繋がって、もう心の繋がりは血よりも濃いっていうね、いそうですよ。ね、ケロちゃんのなんかね、あれみたい、埋設みたいですね。ではマッケンローファミリーの皆さんも、はい、こんばんはと、はい、カジコになってますが、長崎のカジコ、そうですよね、長崎、はい、カジコさんですよね、はい、俺カジコってなったんだ、あれと間違えたかなと思って、先日は楽しい時間をありがとうございました。いや、こちらこそですよ。こちらこそですよ。もうカジコさんね、なんかに、うん、もう中西さんの二の腕で大好きで、もう二の腕になっちゃうんだもん。ねえ、見てくださいよ、このタルンタルンとこの筋肉の、これで美味しいもの中西さんが持つとなんかタラバの足みたいな、ね、いやこれトークショー今日ですかね、トークショー楽しかったです、はい、ありがとうございます。まああのやっぱりぼちぼち喋ってました。残りちょっともある リードしてもらって、あの超特急さんに、そうだ、今日は有料課長、やったんですか、タイガー服部のモノマネと藤波さんの、うん、あのやりながらあれやったんですけど、はい、なんかやっぱあのあまりにもモノマネがね、ゆうかさんうまいから、はい、俺がやるのちょっと恥ずかしいなって思う。じゃあ中さん早速、じゃあ絶対が外れ、絶対があのあそうちょっとこっちの方が落ち着きますか、3人しかいないんでね、そう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 、ちょっとぜひね、このあそう遠藤寺商店街っていうね、はい、名古屋の、ね、はい、名古屋駅からちょっとそのすぐ横の国際センターの近くのスタジオに移りまして、はいはい、ね、ちょっとじゃあ国際センター近くの遠藤寺のタイガー服部ということで、ね、はい、中西さんいろんなモノマネをね披露しながら、はい、ちょっと見ていただきたいなと思いますけども、はい、これ恋文は、はい、ね、ちょっとまたなんか住所とか変えてたりとか、ね、あれ、ね、紙すら入ったらどうしよう、中西さん大好きですか、これちょっと後で見ましょうかね、なんかね、いろんな思いが伝わってるんでね、綺麗な字で、ね、綺麗な字ですよ、ね、なね、本当にね、嬉しいですね、このいただくと、ね、やっぱりどうですか、この現役を終わって、はい、でこう今ねこう、うん、現役生活退かれた後でもこれだけ皆さんやっぱ応援してくれて、やっぱり嬉しいですね、いやいや、やっぱりね、気がつかないこと、現役では気がつかないことってことたくさんあるんですけど、ああただあの皆さんの中にこうイメージ的なものがあるっていうのは、はい、やっぱりこうレスラー冥利につきますよね、ああ、そうですね、はい、その気持ちの中に自分が いるから、その中でまたこう動いたりとかなんかしたりして、うん、でまたなんかこうね想像してもらったりとかして、はい、今こうしたら安心のこういう状態やから聞いてるからこうなのかなと思うから、まあいいように思ってるかも、思ってもらってるとは思うんですけど、そやけど
自分もやっぱりこう成長もしていかなあかんなと思うし、なんか今できることをやっていって、はいはい、それでまた会えた時にああよかったよかったって向こうに思われたいですね。いやもう、もうね、皆さんこの前も本当に感激してましたからね。だってね、実際僕もこうやってアズーリさんのね、うん、番組一緒に出させていただいて、あの中西学さんとこんな近くでお話できるなんて夢にも思ってなかったんで、そうです、ね、いや大したことない、いやいやいや大したことしゃべってね、あのレインボーホールのね、前も言いましたけど、中田さんとの60分フルタイム、あれ見に行ってたんで、あの時のねやっぱ印象があって、中西さんここにいるって、でもあれ60分フルタイム戦ってる時って、はい、もちろん全部ガチで交換でもぶつかり合いすぎちゃうと体力持たないじゃないですか。いやと体力持たないっていうか、はい、まあ、はい、まあすかしたりなんかするのはまあ永田うまいかもしれないけど、はい、あでもあの時の戦いはもうそうなん なしにして、たまたまその戦いで あれがいろいろな条件があって60分引き分けになったけど、はい、うん、あれがたとえ61分でもあれでもまあ勝負つかなかったんかな、やっぱりお互いの気持ちがすごすぎるっていうのもあったし、それでまたあのねえ永田俺よりも体が一回りもちっちゃいのに、はいはい、それも気持ちで来とったから、こいつなんで倒れへんねんっていう、お前立ってくんなっていうのを、ね、その割にはお前すごい蹴りしてくるな俺が参ってんのかもしかしてこれってやっぱその戦いながらいろんなこと考えるわけですね。いや弱気になってられへんとこやって、なんかあれだけこうバーッとね、もうお互いこう視力を尽くしてやってると、自分をちょっとこう整理する時間とかもないじゃないですか。とにかくもうやり続けなきゃ、どっかででもちょっとこうなんか場外下がってちょっと落ち着けるとか、やっぱそういうのされてるんですか試合中。そういうことができてたら僕ももうちょっと良かったんでしょうけど、なかなかそういう気持ちも、そういうアイデアが浮かんでこえへんというか、っていうかやっと回ってきたこのチャンスやのに、俺らもチャンピオンになるしかないやろって、なそうですよ ね, そうですよね、うん、こいつが今チャンピオン、こいつ倒すしかないないかいと。そうですよね、やっぱりだからね、いつも今だとね IWGP 世界ですか、なんかあれやってると、はい、皆さん40分とか結構長い試合されるじゃないですか、はい、いやすごいよ、やっぱレスラーさん体力すごいなと思うのと同時に、どっかででもちょっと自分で少しメリハリつけてるんだろうなと思いながら、じゃないと持たないだろうなと思って。あ、本田さん、はい、お疲れ様です。お疲れ様です。お疲れ様ですねえ、やっぱなんか相手の動き見ながらちょっと近したりとかもやっぱりそういうのは自分はやっぱりそれができないっていうか、はい、まあまあ年取ってきた時にはそれをしたかもしたとしてましたけど、はい、あの頃もバリバリやなんで、うん、それとなんていうか永田もあんまりそれをしない、極力やらないようにしたっていうか、だからある意味ファンの人が、はい、そのすかしまくって勝って、この戦いをやった永田に何の意味があんねやって、やっぱみんなそう思うんで、取ってた、あの2人の戦いを長いこと見てきたら、そのいろんな戦いの中でいろんなもの問いをやっていくわけですよ、はいはい、その問いの中でそれでチャンピオンとして今チャンピオンやけど、その勝ち方にというものに対して自分が納得できてるんですかっていう問いをやっぱりしてくるわけですよ、その問いとも戦わなきゃいけないから、はい、勝ちゃいってもんじゃないっていうか、どうしても勝たなきゃいけない時ありますね、どんな時ですか、うん、ただこの戦いに来るまで2人のその歩みがあって、それでその答えでええのかっていう問いを絶対してくるはずなんです、うん、その熱く見ててあれやけど、お客さんもその熱く声援もしてるけど、でも気持ちの中ではすごく冷静なものがあって、この戦いに至るまでのその流れとこれからのことといろいろある、その中でその答えでいいんですか永田、それは僕に対してその答えでいいんですか中西っていうのがあるんですよ。それがもう戦いの中でそれがお互いあるわけですね、だからあるからこそそういう答えも答えなんでしょうけど、そういう答えを出したくない、だからそれがやっぱあったから引き分けになったのかもしれないですね。だから To be continue のはずで、それ以降なかったんですよね、はい、あれ最初で最後でしたもん ね、あの二人の対決はね、はい、あれ例えばあと10分あったらどうでした、あれ流れが、なんか流れも変わったかもしれないし、はい、違う結果になったかもしれないけど、
ただその問いかけはずっとあると思うんですよね。もしかしたら2時間戦っても決着つかなかったかもわからないかもしれないですね。ねえ、まあお客さんあの帰りの電車なくなるからちょっとっていう。いや僕今でもねあの忘れないです。5分残り5分かな、残り時間5分か3分になった時にもうすごいです。もうなりふり構わずお互い張り手かなんかでバンバン張り合って、もうすごい意地とねなんかプライドをすごい見て、僕はあれも本当感動してて、友達もやっぱ永田さんと中西さんはまたちょっとあれじゃないですか、こう2人だけの世界が。まあその休んだとかあの片目技で休むとかそういうなんじゃない、片目技で休む、片目でも固めまくってもう、はい、ギブアップするまでもこの絶対動く、あのもう本当にあのあれですよ、僕がのけぞってあれとかね、永田ロックにしても僕がアルゼンチンにしても、はい、そこでじっとしてないし休んでる場合ないとかって、もうとにかくもう動き続けて、うん、だからお客さんに対してのアピールもプロやからあるけど、うん、相手に対してのアピールももちろんあるけど、でもこの流れの中で思いっきりうねりがなってるリングの上でじっとは絶対してられないです。じゃあもう本当に60分全部もう出し切った結果、うん、もう引き分けだったんですね。まあ悔しいけど、あまあやっぱ自分の力がやっぱ足りんかったからこういう結果になったけど、せやけど、まあ、今度はもう、まあ、内頭絞ってやることもあるし、いやいや、やろうというし、その今度は違ったものだし、せやけど違ったものですけど、同じあれでも会場が違ったり時間が違っただけで、うん、全く違う戦いになるから、あの時レインボーホールのね、やっぱ僕会場がすごく好きだったんですけど、うん、なんかね途中からみんながもう食い入るようにわーっと引き込まれてって、うん、もうあの2人だけがずっとあそこの真ん中でこうねやってるの、みんながもうなんか引き込まれてった空間だったんでね、うん、いやあれは今でも素晴らしい試合だなと思って。いや俺中西さんが永田さんとシングルやってたのは G1 とかを含めると結構ありました。結構はありましたけど、まあ、勝敗的にはどうだったんですか、ね、勝敗的には永田が勝ってるんじゃないですか、うん、いやね、でも中西さんもねパワフルだし、うん、やっぱり永田さんね、でも普段仲いいじゃないですか、まあまあ牽制しちゃう場合はもちろんありますけど、まあまあ基本先輩後輩ですから、それはまあ向こうもちゃんと立てるとこ立ててくれるし、僕も彼のことは認めてますけど、まあまあ腐れんですからね。それは男ね、あんまりかっこいいこととか綺麗事ばかり言うてやれへんから、臭い中ですよ。いやでもそれがね。ねえ、またあれじゃないですか。でもレスラーさんの中で一番仲がいいのは誰ですか。まあまあまあ永田とか、まあまあ天山さん、小島さんとか。はい、やっぱ第三世代。まああとはまあ。まあ、串田と仲良かったりとか、串田さん、やめたけど、まあ、はい、柿原と仲良かったりとか、そういうの、柿さんね、まあ、意外と僕あんまり仲のいい人いないんで、いや意外じゃない、もう、かっこいい格好やから、みんな、なんかね、すごい、慕ってるね、そう、あと古家さん、古家さんいた、いきなりびっくりしました、ね、いきなりびっくりしました。カチコさん、荷物届いて安心しましたと。ああ、よかったです。長崎のものは何もなく唐津市の回し物みたいになっていますが、皆様どう召し上がりくださいと。はい、あとで美味しくいただきます。ああ、こんにちは。どうも。中井さん、ね、はい、全国、まあ、いろいろ津々浦々回られて、はい、やっぱ各地の名産、はい、長崎といえば。長崎といえば、ちゃんぽんもそうですけど。はい、意外と美味しいのが角煮あるんですよね。角煮のあのあれを白いやつで、白いパンみたいなやつです。ああ、はいはい、このね、あの肉まんの皮みたいなやつ。そうそう、あれもなかなか美味しくて、なんかやらこわってね、美味しいでね。ほんで、あとはもう基本的に海もあるし山もあるし美味しいものが多いんですけど、まあその中華。よく今でも両方中華やな、ね、きびだごとかもうまいです、取れる時もあるし、あとなんかとしっぽくりょうみたいな、なんかあったりとかして、ただまあカステラとかもうまいですからね。カステラね、長崎ってまたちょっと町の雰囲気もいいじゃないですか、なんかちょっとね、他のねまたちょっと違って、こう、オランダ村でだったっけな、なんかね、なんか独特の雰囲気で、いいですね、僕修学旅行で1回しか行ったことなかったんで、結構ねやっぱりレスラー時代何回も長崎。トルコライスはあんの？長崎ですよ。トルコライスはどこかな？トルコライスはトルコライスはどこの名産かな？長崎？
あ、そう？長崎。長崎ですって。トルコライス。でも全然トルコにそれないらしいですけどね。それだったら台湾ラーメンもそうです。台湾の人はあれ違うっつって。うん、ねえ、うん。いや、でもね、なんか、ちょっとね、こんなすごい皆さん熱い応援をしていただいて、はい、本当にありがたいですね。ありがたいです。さあ、中西さん、これちょっとね、また、はいはい、これせっかくなんでね、また第2回もちょっと一緒にアゾリさんと僕やりたいなと思うんですけど、はい、なんか次なんかちょっと面白い企画なんかちょっと考えたいなと思って、なんかないですか、中西さんと対決しようみたいな。対決なんかこう指でパッなんかやるとか黒ひげゲームで、ま、負けたらなんとかとか。ああ、そういう対決だね、負けんのだけに。負けんの対決も。中西さんに負けんのっつって。なんか面白い対決をね。ね、ちょっと2回目。ああ、ありがとうございます。はい。今日たくさん来ますね。対決。あ、そっか。タイムラグ。あ、そうなんですね。ちょっとタイムラグがあるんですね。はい。あ、お食事男子さんって方ね、はい。はい。前もお越しいただきました。キヨプーさん、ヨメプーさんっていうね、もうプーついてますよ。ヨメプー。あ、いいですよ。ヨメプーさん。これ、僕、キヨプーってなんでキヨプーかっていうと、うん、あれなんですよ。息子がつけたんですよ。僕にあだ名をちっちゃい時に。なんでか知んないんですけど。うん、キヨシって名前じゃないですか。キヨトって言うんですよ。もう見ての通り、清い人でキヨシ、キヨトなんですね。全然です。遅いよ、ピンポンが。すぐ押さないと。多いな。はい。で、キヨプー、なんか知らない、はい、キヨプーって名前で、で、ヨメプーで。うん、中西さん、ナカプーにしてます。いや、もう。マナプーとか。あ、マナプーさんに。何でもいいっすね。中西さん、こんばんはと。本日、名古屋国際会議場イベントホールで、あ、マリーゴールド観戦してました。あれですね。ヨッシーさんが。はい。で、ところで、中西さん、女子プロレス見ますかって。あ、昔は結構見てて、そのマッハ文明さんの身体能力に、はい、すごいな、この人は。マッハ文明さん、はいはいはい、もうだからマッハさんの場合はライバルがいいんかったから。ああ、そっか。その後はみんなライバルがいっぱいいたじゃないですか、はいはい、もう一人舞台やったらかわいそうやなって。やっぱあれですか、その自分と対等する強いライバルがいて初めて。そうですクラッシュギャルズにはブル中野さん、はいはい、ダンプ松本さんがいたりとか、極元っすね。そうなんかいたりとか、やっぱり、はい、ライバルがいないとね。あ、そうか。まあ、強すぎた。確かにやっぱり一人だけだと、うん、ね、絶対王者になりすぎちゃうと、やっぱこう対戦する相手がね、やっぱこうね、中西さんやっぱりね、第三世代同士のスコアでもあったし、うん、でもやっぱ先輩に勝ちたいというのもあるじゃないですか。そうですね。いつまでもこいつらに食わせてもらってるわけに、俺らが食わしたるわいとか、その前に一杯食わせて。うわー、うまい。うまい。だから今日また一段と絶好調じゃないですか。いっぱい食わされてから。美味しいもん。ありがとうございます。いや。いや、中西さんあれですか、こう、はい、入団されてずっとこう戦っていって、はい、初めて先輩に勝ったのは誰ですか。いや、何かあれ、先輩勝ったのはでも、よっしゃーっていう、なんか、いや、まあタッグリーグでね、行って、まあ、ジーマンっていう、あの WCW の選手に、はい、ジャーマンでワンツー取った。中西ジャーマンですか。はい、はい。まあ、当時はタンのジャーマンですけど、ね、はい、まあまあそれ取って初めて1勝して、はい、であとはもうボール負けでしたけど、はい、いや、やっぱあれですか、そういう選手から勝つとやっぱ自分の上積みもできるんですか、やっぱり。あ、でも励みにはなりますけど、こんなもんやないのは分かってるっていうか、藤波さんがいたからそれが成し得たことやから。あ、だからそれはどういう、逆に藤波さんがいなくてもっていうのもあるし、うん、藤波さんが自分のフォローでしっかり綺麗に勝てるっていうような、うん、そういうのもしていかなあかんから、その時はそんなこと絶対できんぐらいの実力やったけど、それが早くできるように、やっぱ相手のフォローもできて、うんうん、フォローするからこそ相手からフォローしてもらえるから、うん、やっぱりこう、ね、自分だけがただ目立って勝てばいいってわけじゃなくて、はい、タッグチームだとね、うん、特にまたそういう駆け引きも、はい、で、そういうのが、すごく、優れてる選手でそれもありなんでしょうけど、うんうんうん、僕は絶対そんなタイプじゃないんで。あ、はい、なんかほら、よくあるじゃないですか、うん、こう若手の選手が初めて先輩とやるときに、はい、圧倒的に勝っちゃう方もいるし、うん、なんか若手の技を受けるだけ受け切って最後にバツ、うんうん、中西さんはやっぱりもう受けて、まあ、しっかり受けてやりたい、受けるっていうか、そいつがやってきたものをやっぱ僕が感じたいんで、
あんまり感受性が豊かじゃないけど、体に感じるものはちゃんとあれできるんで、はい、あそっか、やっぱりあれですか、その何回かやっていくうちに、うん、おこいつちょっと重さ、うん、キレがあって重さがちょっとずしっときたぞみたいな変化ってのは分かりますか、やっぱり、うん、ただただもうこんなあと潰すだけじゃいけへんなっていう、もうちょっとこいつを味わいたいなっていうのが、はあ、一番それ感じた選手とかって、あの当時感じた選手というのはやっぱタナシとかやっぱやってる時はそのありましたね。やっぱこの体はそこまで大きくないけど、あの、うん、モーションとかその体のひねりとかで、うん、破壊力を倍増してるなっていうのはやっぱあったから、さすが体の使い方うまいなこいつと思って、あそやっぱ それはあれなんですか、やっぱりこうなんかな、もともと自分で持ってるセンスなんですか、持ってるセンスもあるけど、やっぱ考え方もあるけど、はい、そのどれだけ自分の体を思い通りに連動させていけるかっていう、その日々の練習の持っていき方ですよね。うだからね、一つの技ただかけるだけじゃなくてね、うん、その体の使い方とか、また相手も相手のことを見せなきゃいけないですからね、うまく受けてあげてね、まあ、やっぱ我々プロですから、うん、そういった意味で見せるものも必要ですし、うん、見えないものがさもそこにあるように、あのだから、あの長いことやってる選手っていうのは、ただただ試合やってるだけじゃなくて、やっぱ他のものが見えないんですけど見えてるっていうのをお客さんにとってはね、ああこういう努力をしてこうやったはんねん、こうなんこういうのは見えだからこれができるんやっていうふうな、うん、だから時々その初めて見に来るあのお客さんがいて、そのお客さんに解説してる人がいるじゃないですか、はい、これがこういうとこ、はい、うまいこと言うな、あんたちょっとあんたちょっとあの解説席行った方がいいんじゃの、それ聞こえるんですか、俺ちょっと勉強しようかな、よう分かってんなあんた、やっぱね奥が深いね、そうやって見てる方はね、いやっぱ聞こえるもんですか、聞こえる時あります、ね、そうなんですか、セコンドスリーなんかうまいこと言ってんのこれ、ね、ちょっとあの通路の脇の時よ、そうなんですね、あと話す俺と皆さん聞きましたか、やっぱりねちょっとセコンうまくねお友達に解説してると選手聞いてくれてますからね、これやっぱちょっと感心する内容も、ね、もう地域全く違う人も違うな人もいるし全く違うこと言ってる人もいる、それも味方ですから、うん、その人の感覚ですから、それはそれでいいと思うんで、だからそれがまたプロレスのいいところですよね、はい、みんなねそれぞれ答えはないんですよ、ある意味答えはないんですけど、答えじゃない、正解はないんですけど、うん、答えは山ほどあるんです。あ、正解はないんですけど、うん、答えは山ほどある。これだけでもないけど、うん、いろんな形の答えはいっぱいあると。はい、そうです。じゃあもう、うん、まだ、じゃあもう中西さん、まだ現役生活、もう足りないじゃないですか、もっと。いやいやいや、もっと。もう、けじめはつけたんですけど、まあ、レジェンドの試合があるんやったら、チャンスがあるならっていうことですよ。ぜひ、ぜひ。ちょっと見たいな。あ、でも、新人ちゃん通さないとごめんなさいね。それは僕、所属選手やから、所属のタレントやから。いやいやいや、もう選手じゃないけど。いや、でもね、中西さん試合ね、また見たいな、本当に。あ、これ古家さんね、すいませんいただいてますよ、はい、公開収録こんな目の前で見れると思ってませんでした、僕らもそうですよね、こんな近くでいろいろ皆さんね見られるっていうのはなかなか素晴らしいですね、毛穴まで見られるからちょっと、ね、ちゃんと剃ってきたな、いやそれ俺もそうだ、朝からずっと店にいたんでね、そうもうちょっとなんか部屋の中で変な匂いしたら油臭かったら嫌だなと思ってね、植物油の匂いがまたお腹がグーッとなっていく、そうラードとかね、ラードの匂いがそう、あ茶色コート正義ありがとうございます、ありがとうございます、今日もね茶色コート正義いっぱい出ましたよ、中根さんちょっとなんか次回ね一緒にもしなんかまたイベントをやりたいなって局長と思ったんですけど、なんか次回何しましょうか、ね、料理料理と対決企画もしたい、いっぱいねありますもん、もしバッティンあれにできるんやったら、いやすごく思ったんですけど、もうまあ空間もいいんですけど、うん、あのその外に出てなんかできるのって言うと、お祭りの時なんかできて、いいですね、でその時に言うてたこの前の、うん、鶏の胸肉の、うんうん、薄っぺらいやつをなんか出して、うん、できたらなんか面白いかなと、あのね、うん、あの薄くやって、はいはい、そうです、こう片手で食べれるやつですね、はい、片手で食べて、で、うん、ここら辺の商店街の人になんかそれみんなが食べてて、ほんで包みをそこら辺に捨てて汚さないでくださいねとか、そうそうですね、うん、でもう捨てたやつがいたらそこのままアルゼンチンバックリングで、ね、僕が拾いますけど優しい中西さん拾いましたけど俺が拾いますよ、ね、うん、いろいろそういうことを記念的な食べ物みたいなのもいいし、いいですね、うん、
そういうのはやっぱりプロフェッショナルじゃないですか。いやでもね、中西さんの知恵があってこそ、これ授かったものを僕が形にするっていう。今さ、でも僕らはチャチャ入れてるだけでしたね。いやいや、美味しいもんだって。僕はもう、料理のタッグチームだと思ってるね。IWGP タッグ。中西さんとかの手は大きいんでね、中西さんのこう、ね、中西さんのこう、こんな大きさのちょっと鶏肉のね、薄っぺらおせんべいみたいなやつ。なんかこう、やって、ね、味付けがいいじゃないですか。この間の味付けもいいし。もう今日朝からずっとママに怒られてたんで、ね。なんで？今日初めて褒められましたよ。いや私が怒られとったの。いや怒られるんですよ。やめてくださいよ。本当に狭いとかね、動くなとかね、動くと物が落ちるって怒られるんですよ僕。ああ。もういつもなんか厨房にイライラして。いやそれ自分じゃん。あ、怒られましたよ。それ自分だよ。私が散々言われるんですよ。俺まあ、ダメですよ、騙された。いやいや、ほんまに。まあ、夏めっちゃ暑いでしょうね。暑いんですよ。だから夏はもう水もうバンバンかけて。で、あれですか、今光熱費高いじゃないですか、電気代。もうね、もうだ今僕朝仕込みの時はもう扇風機だけでね、もうクーラーも極力ギリギリまでなんですけど、中西さんクーラーとかつけますか？いや、クーラーもまあ欲しいんですけど、でもまあ扇風機でいいっす。ねえ、クーラーね、あんまりつけてるとちょっと体おかしくなっちゃいますもんね。でもあそこ40度を超えますよね。ありますよ。昔いたスパゲティ屋なんか50度ぐらいあって。うわ、いやもうずっと全然太らなかったんですけどね、今見てくださいこれ、でもあの下の方に水が流れてる、地下水が、はいはい、地下水じゃないか、普通の中、水路が流れてる、はい、うん、だからああいうのがあるんで、まあでもあそこが涼しいのが来るわけでもないから、そうなんです、まあ、暑いんですよ、物捨てる時、水も捨てる時にはいいですけどね。ああ、そうなんです。掃除の時とかに。でまたうちの店ちょっとね、狭いね、あれちっちゃいんで、うん、厨房で火炊くと店の中も暑くなるんですよ、うん、で鉄板じゃないですか、鉄板だからクーラーどんだけやっても暑いんですよね。でもお客さん今日もずっとこうやってずっと申し訳ない、申し訳ないと思いながら、うん、でもうまいから、いやいや、ありがたいですね、もう中西さんと。中西さん、生まれ変わったら結婚しよう、俺、中西さん。するかどうか、その時にまた。いや、でも中西さん、いや、ありがたいですね、本当に。ちょっと、なんか、次、どうしましょうね、なんか、はい、うちもね、お祭りがあるんですよ、今度。ここ、遠藤寺商店街なんですけど、うん、まあ、ここで言うのもあれですけど、音羽橋商店街というところで、僕、お店、7月の終わりにあるんですよ、ね。27、28で。で、うん、この前ね、中西さんとお話ししてたんで、ね、薄っぺらくあるから、唐揚げ売るんですよ、僕、うん。ちょっとやってみようかなと。唐揚げプラス、それで。ね、ちょっと。いいですね、中西さんにもね、一回お祭り来た、金魚祭りっていうのがあって、はい、そうですね、第69回、はい、金魚祭りって、あ、これなんですよ。これ、はい、お父さん、これね、雇いの金魚があるんですけど、はいはい、ちょうどこう、うちの お店のさや街道ってのがそうそうと行くと雇いがあったりとかね、はい、まあ、金魚なんかいろいろ歴史がある、僕もよくわかんないんですけど、うん、まあ、昔からあって69回目なんですよ今回、うん、でこのね金魚祭りで、うん、プロレスをやることになった。マットで。はい。中西さん出たしかった。これ、夫婦やる。じゃあ、そうですね。毎日喧嘩してる。毎日試合なんだよ、はい。無理やり出されて。あ、これなの、これ。これ、音羽橋プロレスって言って、はい、うちの店でね、名古屋の高井健吾さんっていう選手がいて、はい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 、あの方にね、いつもお店で試合をしてもらってて、今回はお祭りのイベントの中でやることになりまして。はい、なるほど。ね、いや私も出ることね、はあ、鬼嫁千鶴子ってキャラがあるんですよ。出るこの人ね、すごいんです。いや、すごいな、すごい。衣装を作ってもらって、これ全部作っていただいて、衣装、コスチューム、コスチューム、あー、すごい、うん、で、こんななんか宝塚みたいなお面も作ってもらって、うん、必殺技知ってますかこの人。いや、わからない。市内攻撃ですよ。じゃあさっき勝てないじゃないですか。市内攻撃で、市内でお腹殴られて、ね、ゴーってなったところをこう爪でこうアイアンクローされるっていう。いやいやいや、すごいね、中西さんが大嫌いなヒールなんで、ぜひだからちょっと成敗しに来ていただきたいなと思って。ヒールが試合を引っ張りますからね。いやいや、こんなお祭りもあるんでね、うん、ちょっとだからね、今日ほんまこんな話でいいんですか。あ、そうだそうだ、ちょっともうなんかいろいろ報告もしなあ、そうだ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 、もう時間がもうあとあんまりないから、まあ、あとはちょっとありますねこれね、うん、はい、大丈夫ですか。お祭りの振り返りなんかもしながらね、はいはい、
だから写真がねいっぱいあるそうで、うん、今日は、うん、はい、写真流しますよ、説明とかしながら、写真がなんか、はい、今来ますって、はい、いやでも どうでしたか、あの久しぶりでしたか、あのイベント、ああいうイベント、あ、そうです、あとは本当にあの食事も出て、あれいうバラエティなところでやるのは初めてで、はい、はい、でもお客様を入れてあのもてなすっていう、そのあれが出来上がってたから、はいはい、はい、もう僕は一番奥の方ではあのお猿さんのボスの部屋座ってるだけだから、いや、いやでもなんかね、皆さんこれでもなんかいいですね、なんかこの感じがね、ちょっとみんなで集まってって感じで、はい、どうですか、うちのお店のイメージってやっぱ違いましたか、あのね、はい、イメージはね、もっと食堂っぽいと思ったんだけど、はいはい、じゃなくて洋風で、はい、それで作りとかもあれなんですけど、やっぱり洒落てるっていうのと、それとあれですね、照明をたくさん入れよう思ったら、一つのテーブル6人座れるから、はいはい、かける6で結構入りますね。入れます、はい、うん、なんでプレセート時とかも24人ぐらいねよく見えるんですけど、うん、皆さんどうだったんですかね、ちょっと感想なんかね、うん、ちょっと送っていただけるとすごい嬉しいなと思うんですけど、いや、やっぱうまかったっていうのと、ね、はい、ね、あ、これ、うん、カジコさん、あ、ね、もう見てください、この笑顔、もうファンのこの笑顔たまらんですよ、もうね、もうありがたいですね、笑顔がやっぱり ね、また中西さんのいい顔じゃないですか、え、いやいや申し訳ないな、戦った男の顔じゃないですか、そう、申し訳ない、2枚目ですよ中西さん、ねえ、ね、もうこれもうすごい嬉しそうにね、よかったです、もうだこうやってなんかこう近くにこう皆選手って、ね、あの選手の方とか皆さんと近寄れるね、やれるとなかなかないですからね、あ、ある意味 ね、なんかたくさん見えると、うん、なかなか一人一人にこうサービスっていうかね、うん、ファンと交流ってできないかもわかんないですけど、なんかちょうどこれぐらいの人数だと ね、うん、いやーすごいな、いや中西さんこれ、いやだから次回ね、うん、ちょっと今回はいろいろね、ちょっとイベントが重な、いろんなところで重なってたんで、うん、次回ぜひね、また次回はやっぱそのお祭りですか、うん、金魚祭りの、金魚祭りはどうかちょっとわかんないですけど、うんうん、ね、こちらのなんか遠藤寺の商店街もお祭りがあるみたいで、ね、まあ、時間がちょっとやろう言ってあれですの、時間もかかるし、ね、なんか遠藤寺の方でやるんやったらまだ、ね、そうですよね、平たい、あのなんかチキンをね、やっぱチキンを揚げるっていうのがやっぱいいんちゃいますね、いいですね、うん、ね、やっぱ夏場はタンパク質取らないと、あれなんか夏場やっぱ唐揚げってよく出るんですけど、やっぱ夏場は唐揚げなんですかね、唐揚げやっぱサクッとしてうまいのと、うん、やっぱあの炭酸とかと飲んでも合うし、お茶と飲んでも合うし、ご飯で食ってもビールとかね、ビールいいっすね、中西さんお酒飲みましたっけ、まあ極力飲むのはあれですね、あの梅酒ぐらいにしてるんです、あ、やっぱ大好き、寝てしまうんでね、うあんたどこでも寝るねって身ぐるみ剥がれるよとか、ね、どこでも寝るのは大事なことですよ、もういざと言った時にね、あ、ちょっとたくさんいただきましたね、はい、お食事どうでした、はい、プロレスってショーだよねって笑う人がいますが、ドラマだって映画だって作り物ですと、でもそれを見て感動したり涙したりする人もいますと、たとえショーだと思ってもやっぱ衝撃、力強さ、華麗さは素人では絶対表現できないと、やっぱプロレスってすごい、プロレスラーすごいってマジで覚えてますって、うん、ね、あの中村ね言ってましたね、やっぱプロレスは最高なんだよって、 ね、いや本当そう思います、ね、あ、古家さんね、はい、はい、ちょうどいい人数でしたよって、あの、ありがとうございます、やっぱね、ちょっとあれじゃないですか、こう選手っていうかね、皆さんとこう近くに入れるって、うん、なんか、うん、あ、ね、距離がやっぱり、うん、あれ独特なね、ちょっと、うん、あのうちの良さかなとも思いましたしね、あれは、うん、ね、そうだよね、もう一度ちょっともうカサカサで、はい、カジコさん、美味しいお食事に楽しいトーク、中西さんのたくましい腕たまらなかったですと、かる、本当に最高の日でしたと、いや、ね、これはもうね、なんでちょっとね、次回またやりたいですね、やりたいですね、あ、でもそれは和さんからのお店でやるっていう、なんか、うん、またね、いや、せっかくやからあんだけいい箱があるんですから、うん、なんか実はね、あの後に日にちが違ったら来たいって方もたくさんね、どうもたくさんね、来たいって方いっぱいいて、うん、そう、もしかしたら二部制になるんじゃないかっていうぐらいの、あ、はい、もうそうなんできるんやったらあれなんですけども、
飯食うのタイミングですけど、もう中西さんとファンの方のためならもう、48時間ぐらい寝なくてもやりますから、ね、死にますよ。大丈夫です、栄養はこうたっぷり入ってるんでね、いやだからね、本当皆さんね、すごいあのいいあの感想をいただいてましたんで、そう、あ、まあせっかくあの箱があるんですから、なんかやってやりたいですね、来てもらって、そうですね、食い物とかはね、かもう完璧ですし、あの、いやいや、この間のやつ買って、僕はどうしてもね野菜を取りたがるっていうか、はい、でもちょうどあのパあのレタスがちょこっと入ってるぐらいで、あれがちょうどいいんやなって思う。もうお情け程度に、いやいや、そう、やっぱり今網入れすぎると水っぽくなるし、逆にね、もそれするんやったらサラダ、旅館、ね、サラダとかお漬物出すとか、追物のサラダ出すとかっていうふうにしたらいいけど、そうですよね、まあ、あの美味しい味あんまり水で、あの水も煮しめてないから、いやでもね、なんかそう言っていただけ、中西さん俺に勇気くれるね、やっぱり大好き、いや大好きと言うよ、奥さんの前で、いやいや全然ですよ、いらないって言ってるんだね、いらないからもう全然、そうなんかね、こうやってほら、はい、あのベルトもね、なんか皆さんレプリカのとか持って、こんなんなかなかないですよ、もう本当にね、古川さんそうですよね、なんかこういう距離感いいですよね、ちょっとね、いやちょっと中西さん次回もね、ちょっとこのなんかこの雰囲気でいきたいですね、なんか部活のなんか、なんかこうね、物質みたいな感じだったんで、ちょっとね、もう一枚来てますよ、そば付き酒好きさんから、先日のイベント、あ、千葉から、ね、ご参加いただいた方ですね、あんなに近くで大好きな中西さんを見ることができて、とても幸せな時間でしたって、まあ嬉しい、最前列で中西さんにあの穴が開くのではというほどガン見してしまいましたと、穴があったら、まあ、そんな話もう中西さんも穴だらけなら、みんな見てたからもう、穴だらけ、いや穴だらけなんかね、唐揚げも柔らかくてジューシーで最高で、次回開催楽しみにしてますんで、ね、したいですね、中西さんも行きましょうよ、次に、中西さん、僕あれ食べたいですよね、中西さん道場で作ってた、あ、ちゃんこ鍋、ちゃんこみたいな、あ、なんかまあそういうものでも作るっていうか、もう単純なもんなんですけど、でも味が濃いものにするんやったら湯豆腐にした方が、あ、湯豆腐、湯豆腐の方があのあれですね、タレが、はいはい、タレがやっぱり濃厚なんで、はいはい、まああのキムチちゃんことかもあるんですけど、あ、うん、ただあの他のやつは全然普通の人も作れるんですけど、うん、濃厚さを出すんやったらやっぱり湯豆腐、湯豆腐いいですね、なんか食べたい、あ、いいですね、ちょっとね、次、秋口冬場ぐらいなんかにあってね、あ、鍋いいですね、鍋とか夏でも、うんうん、中西さんどんなちゃんこでしたっけ、作ってたの、僕はちゃんこっていうか、まあ他のもんも大体は作るんですけど、まあおでんとか作るときはなんか市販のタレ、あの出汁とかじゃなくて自分で出汁作ってやっぱり作るっていう、いやすごい、入れてるもんの食材から出てくる味うまいこと出し合って、うん、食べたく、どう、食べたい、どうです、皆さん食べたくないですか、中西さんのおでんとかプロですからね。いやいやいや、分かってますよね。いやでもね、プロですよ。いやプロでしたっけね、これ。よくちょっとたまに忘れちゃうんですけど。いやいや僕でもね、やっぱレスラーの方ってこれいろんなもん食べてるから味がやっぱよく分かって見えるから。どうぞ前乗りして前の日に来て牛で出汁作ってください。本当だ。材料揃えてくんで。中西さんなんか匂いじゃないですか。割烹着て下駄履いてちょっと職人みたいにパッと回って。大将みたいな。出汁取って。ですね、ちょっとあの前回参加の皆さんとかファンの方はもしね、次ちょっとアゾーリさんと一緒にイベントやるときね、第2回ちょっと食べたいもんとかまた送ってくださいよ、ぜひ。いやでもあれ、いやそれ言うんやったらちょっ と鶏肉のあれを、はい、あの揚げてできるのすぐやるかもしれないけど、まあつけとくぐらいのなんか、はいはい、そういう出汁かなんかあったら、つけとくやつ、うん、つけといていいだしで、それで出来上がるのすぐっていうような感じで、もうそこはもう見せどころじゃない、カラッと上げて、いや高井さん、これさっハードル上げますね、ちょっといやいやいや、ちょっとおじけついてきましたよ、僕そうですから、いやいや、ちょっとハードル高すぎませんか、ちょっとめっちゃアマチュアいやいやいや
いやプレッシャーだなこれ。いやでもちょっと美味しいの作りたいですね。でなんかちょっとあと中西さんとこう触れ合う企画をね、うん、ゲーム対決、あ1分前ですって中西さん1分前ですね。いやいや本当この、はい、この間のイベントすごく自分も懐かしい思いと緊張感と、はい、それと皆さんほんま喜んでくれてるのかなっていう不安感でいっぱいだったんですけど、お便りを見て本当に安心しました。安心しました。本当このお二人の力もありますし、いやアズリのあのね局長も頑張ってくれました。はい、皆さんの努力があってこそなり得ることで、はい、それで主役はやはり、来ていただけるファンの皆さんです。はい、ファンの皆さんです。そうなんです。ファンの皆さんどんだけ喜んでもらえるか。私たちの生活が、はい、私たちの笑顔が、はい、私たちの気持ちが、はい、まっすぐいけるということなんです。そういった心のこもった心が通じ合った、イベントでございました。ありがとうございます。なんかもう中ちゃん都知事選みたいな感じになりましたね。やばい、あと1票お願いしますみたいなね。最後のお願いです都知事選でしたね。最後のあと1時間あと1時間お願いしますみたいなね。いやでもね本当にファンの方がねあれだけ喜んでいただいたというのは何よりも一番良かったね。ぜひ第2回もやりたいですね。はい、その時はちょっと出汁を取っていただいておでんでも。わあ、全然食べたい。ということで中西さんじゃあ最後にファンの皆様に一言ちょっとメッセージを残していただいて、はい、今月の放送も終わりたいなと思います。はい、ありがとうございます。これからも精力的に、イベントをやらせていただきまして、ファンの皆様と交流をしたいといたさせていただきたいと思います。力強い、パートナーの皆さんいます。マッケンローファミリー、はい、あなたもその一員になってください。よろしくお願いします。はい、はい、それでは中西さんまた来月、はい、第3日曜日お会いしましょう。ありがとうございます。じゃあぜひ皆さんねスタジオの方にもまた見に来てくださいね。はい、またメッセージをお待ちしております。はい、では中西さんまた来月、はい、ありがとうございます。スケルトンで待ってます。はい、スケルトン待ってます。はい、はい。